こんにちは。日本にはダブル台風があります。台風18号なんですが南シナ海に停滞、そして台風17号、北海道のすぐ東を通過しているんですが、まもなく温帯低気圧へと変わる見込みです。台風から遠くても日本列島に前線の雲の帯が伸びていまして、この雲の下雨となりそうなんです。雨雲の予報を見ていきたいと思うんですが、雨雲西から東へと通過していきます。動きを見ていきますと、午後はにわか雨、傘を忘れずにお持ちください。日本海側では強い風も伴いそうです。では今の札幌の様子です。札幌も地面が濡れています。この後の予報、主要都市で見ていきましょう。この後もところどころでにわか雨、折りたたみ傘があると安心です。夜になると天気は回復です。道北とオホーツク海側です。最高気温を見ますと、北見や紋別は25度で夏日となりそうです。太平洋側と同等見ていきます。帯広や中標津も26度まで上がって、10月としては季節外れの蒸し暑さです。では週間予報見ていきます。日本海側とオホーツク海側です。明日木曜日もにわか雨がありそうです。ただ日中は晴れ間の出る時間もありそうです。太平洋側と同等見ていきますと、金曜日全道的に大雨の恐れがあります。最新の情報に注意してください。週末は一旦天気は回復して秋晴れとなりそうです。